どうもこの動画では UFC302 の勝敗予想をしていこうかなと思います。はい。あんまりね、なんか話題になってないような気もする UFC302。それが日本時間の6月2日にやるんですかね。とはいえね、メインライト級のタイトルマッチなんで、まあ大盛り上がりするんかなとは思いつつ、でも他のカードがね、結構地味なカードが多い部分もあって、どうなんかなっていうね。 やっぱそれよりも後に控える USC300 さん。マクレーガー対チャンドラの方が話題に出てきてるというか。まあね、マクレーガーが出てきたらそうなっちゃうよねというか。まあ、そっちはね、でもウェルター級マッチなんですけどね。肥大化したマックがライト級にはもう落とせない感じなのか。まあ、マクレーガーが買った場合はね、なんでしょう、エドワーズとのタイトルマッチに進めるみたいな。なんかそんな投稿をね、X でも見たような気がするんですけど、もうそうなるとめちゃくちゃだけどね、もう。 それならもうチャンドラー買った場合もやんのかみたいな話にもなるしね。まあそら置いといて、まあそんなこんなで USC300 に来るよねっていう。で、その中からまあね、2試合だけ、まあメインとセミ、うん、その2試合の勝敗予想やっていきます。本来はね、モンゴル出身でしたっけあのニャムジャルガルうん、やつも気になってたんですけどね。プレリムの一発目出る予定だったんですけど、まあ欠場ってことで、 うんまあ、彼はね日本の,あのグラディエーターとかあとはロード・トゥ・ユー・エ s c ーにも出てて、うん、で無敗でねでそのニャムジャル・ガルと前線 UFC のデビュー戦なんかな、うん、相手にね噛まれて反作勝ちしたアンドレ・リマっていう無敗同士のね面白カードだったんですけどね、まあ、共にフライ級で,でフライ級といえば、まあ、平達郎と鶴イがいるわけで、まあ、彼らは無敗じゃないですか。 だからね、そこら辺と今後絡む可能性もあるんかなとか思ったんですけど、ニャムジャルガルが欠場するってことでね。まあカードは消えたっていう話があるとかないとか。まあ消えたんですよね、多分。うん。なんかそんなん見たんで。それにしてもニャムジャルガルってね、言いたい名前ランキングかなり上位に入ってくるよね。ニャムジャルガルトゥーメンデンベレル。ああすごい名前。これ噛まずに言える自信がないよね。ってことでね。 まあこの動画では、勝敗予想、ストリックランド対パウロ・コスタと、あとイスラム・マカチェフ対ダスティン・ポイエ、この2試合の勝敗予想をやっていきます。じゃあ、早速行くぜってことで、ショーン・ストリックランド、VS ・パウロ・コスタ。まあね、一瞬で王座を失ってしまった俺たちのストリックランドと、あとはまった時の爆発力は半端ないパウロ・コスタってことで、面白そうな試合ではあるよね。まあ、普通にストリックランドがね、フェイバリットな感じはありますけどね。 お互い何でもできるけど、その中でやっぱりストライキングメインで戦う試合になるでしょうから、まあ、お得意のジャブと抜群の距離感、あとはあのディフェンススキルでストリックランドがね、塩漬けボクシングを展開するのか、またまた出力の高いパンチと蹴りで一気にダメージを与えるパウロ・コスタが、まあ、フィニッシュまで繋げていくのかみたいな、そんな試合になるのかなと。そもそもでもストリックランド初防衛戦のドリカス・ジュプレッシュ戦 勝ったかなと思いましたけどね、個人的には。うん、競り勝ったかなっていう。お互いあんまり強みを出してる試合ではなかったかのような気もしていて、うん、ジプレシのなんか不思議打撃もあんま当たってなかったし、一方、ストリックランドも、まあ、いつもみたいにコントロールはできてなかったなっていう、ただそれでも当ててる回数はストリックランドの方が多いかなと思ったんで、うん、王座防衛したんかなと思ったんですけど、スプリット判定で敗れてしまってみたいな。あせっかくね、アデサーニャから取ったベルト、取られちゃってね。 で一応二人ともだから今回、ストリックランドとコスター、復帰戦になるんですかね。パウロコスターもね、前戦、ロバート・ウィティカーに負けたと思うんで。うん、でね、意外にこの二人、慎重ですからね、戦い方。これ全然動きのない試合になる可能性もありえますよね。てか、その可能性大だよな。ストリックランドはね、あの、ペレイラ、アレックス・ペレイラに負けた後のキャノニア戦とか、超消極的だったし、パウロコスターもパウロコスターでね、 アデサーニャに負けた後のベッド折り全然だった記憶あるからね2 <laughs> 人とも復帰戦の動きあんま良くないというかアグレッシブにいかない説あるんでねただでもまあ前線どっちも判定だったからなしかも結構まあ惜しいというかうんそれは判定での、まあ、負けではあるんでそんなビビる必要もないのかなどうなんだろうなまあでも試合内容的にはやっぱジャブ打ちながら前に出て うん、圧を強めていくストリックランドに一発を狙うコスタみたいな展開にはなるのかなストリックランドディフェンスもかなりいいですからねそうそうもらわない気もしますけどでも入るとしたらコスタのねハイキックとかどっかでぶち当たりそうな気もするっていう、まあ、そこだけだよなまあでもコスタがねペレイラみたいにボディボディボディって意識させて左フック当てるみたいな、まあ、ストリックランド相手にそこまでできるボクテクとか持ってないと思うんで やっぱ蹴りじゃないかなと思いますけどね、コスタは。まあでもストリックランドかな、うん。コントロールして勝つんじゃないかなと思います。なのでこの試合はストリックランド判定勝ち予想でいきます。でね、もう次メインなんですけど、イスラム・マカチェフ、vs ダスティン・ポイエー。右往曲折を経てね、マカチェフのライト級での3度目の防衛戦はポイエに決まったということで、でマカチェフってなんだかんだね、 オリベイラぐらいしかライト級のトップ5ランカーとはやってないっすよね。まあ、今だとね、ザルキャンもランキング入ってますけど、でも5年前とかですからね、マカチェフがやった頃は。あの時なんて22とかそんなもんでしょ、ザルキャン。うん、今とは全然違うかなって思うしね。まあ、マカチェフはオリベイラとの王座決定戦でタイトルを取って、でそこからボルカノフスキーと2連続でタイトルマッチやってみたいな。で、次ゲイジーかなと思ったんですけど、 まあ、ゲイジはね、BMFA ベルト、あの防衛戦でホロウェイに KO 負けするっていうね、まさかだよね。まあ、あの試合に関しては正直試合前はね、いやいや、やらんといてよっていう、ゲイジはこれやらずにもマカジェフとタイトルマッチやってほしかったし、ホロウェイに関してはトップリアとやってほしかったなって思ってはいたんですけど、いたんですけど、でも結果見たらね、UFC 史上でも屈指の名勝負というか、 あれ以上のバッティストマザーファッカーはねえだろっていうねそんな試合されちゃったんでわからんもんだよねうん結果的に神采配でしたもんねでもそんな中でだからねゲイジー最右翼にいたゲイジーも試合できずみたいなところででねまあポイエさんですよねブノワサンデニっていうねフランスのフランスだったよね確か、まあ、新たな怪物候補を沈めたポイエにタイトルマッチ挑戦権が来たってことで まあこれ賛否両論あるでしょうけど、しょうがないよね、でも。他にだって、マカチェフ試合やらさないわけにもいかないし、結構空いてるもんね、前から。まあ、いつやったっけまあ、ちょ忘れちゃったけど、10月くらいだよね、去年の多分。結構試合間隔空いてるんで、まあ、そろそろやらすしかないと、ただできるやつがいないっていうね、そのね上位ランカーに。まあ、チャンドラーはやっぱマクレガーにご就寝でしたし、ま結果的に決まったんでよかったですけど、 で、ゲージはまあ、KO 負けのダメージがあるし、で、オリベイラはツアルキャンに負けたし、で、ツアルキャンもね、ツアルキャンで、試合感覚的にちょっときつい部分があるしね、2ヶ月ぐらい、もう、だもんね、2ヶ月もないぐらいか。うん、それでいきなりね、また、マカチェフとのタイトルマッチ行くのは、まあ、きついしってところで、で、まあ、それはホロエイも同じで、みたいなところっすよね。だから、これ、マカチェフ目線で試合組むなら、もう、タイミングがぴったりと合うのは、ポイエぐらいしかいなかったよね。 まあ、あとはダリウシューとかもいたけど、まあでもその二択なら、まあ、ポイエになるよね、そら、さすがに。盛り上がるのは絶対ポイエだしね。でもこう考えるとね、やっぱダスティン・ポイエ、流れ来てるような感じもあるよね。去年ゲイジーにね、KO 負けした時は、もう無理かと思っちゃったよ、俺っちも。でもこんなチャンスが来るわけですから。にしてもね、ダイヤモンド、こと、ダスティン・ポイエですら、 ライト級のね、正規王座のベルトはまだ取れてないのかと、もうポイエで取れへんで、どんな魔境なんだよって感じっすけどね。ゲイジー、アルバレス、ホロイっていう順番でぶっ飛ばしたときはね、そのままね、ハビブにもまあ、勝つのかなとは別に思わなかったですけど、でもちょっと期待感あったりもしたけど、まあ、乾杯してで、オリベイラ戦とかでもね、マクレーガーに立てして、ああ、今回は行くのかなと思ったら、 打撃でね序盤も聞かしたし、あ、これ行くんかなと思ったけど、うん、結局ね、膝蹴りとかでボディ削られて、バック取られての1本負けってことで。ライト級の、まあ、正規王座、への挑戦ってのはこれが3度目の正直になるんですよね。まあ、u b c のライト級でね、3回もその頂点に手が届く位置まで来れてるのは、それはもう実力でしかないし、まだ、あ、ここ逃したらさすがにもうきついんじゃないかなとかね、思いますよね。35歳ですもんね、ポイエも。わ、まあ、からんけどね。 でも本人はそういう意気込みで行くんじゃないですかね。うわあでもこれなぁ。ハビブ、オリベイラ戦と続き、今回もバックチョークで負ける気もするなぁ。王、えー、座戦3連続バックチョーク負け全然ありそう。でもマカチェフのレスリング、どうなんだろうな、ギリ対応できるんじゃないかなとか思いつつ、でも絶対に決まらんギロチンとかやりそうだしね、ポイエさん。<laughs> 前世もね、全然決まる感じなかったのにずっとギロチンバックやってて。今回は本当にやめてくれ。 うん、着ることに専念しよう。テイクダウンディフェンスに専念してくれ。ただ、それでマカチェフはね、スタンドでもバカ強えからな。蹴れるのがずるいよね。鬼レスリングに、キックボクシングというか、まあ、無タイスキルの掛け合わせ。で、寝かしてもね、柔術、黒帯とかを普通に決めれるあの決め字から。総合力はやっぱマカチェフの方が上だよね。で、マカチェフの方がちょっと若いし。だからポイエーはいかにね、パンチの距離で戦えるかってことですよね、結局。 まあカーフキックもね、サウスポー同士なんで、蹴れるでしょうけど、まあでも蹴り足をつかまれるリスクもあるんで、マクレーガー戦みたいに有効的にはね、カーフキックとかも使えないと思うんで、まあもうボクシングにかけるしかないっすよね。うん、でもチャンスないことはない気もするけどな。3ラウンド超えたらまあきついでしょうけど、まあ1から3、うんまあ2ラウンド目までか。チャンスは来ると思うけどな。やっぱポイエってリーチがあるんで、マカチェフよりもさらにちょっとね。 まあ身長はマカジェフの方がちょっとでかいんかな。でもリーチ長いんでね、ポイエって。だパンチ当たると思うんだよな。やっぱここ2戦連続ボルカノスキーとやってるマカジフからすると、ガチガチのライト級のね、まあ、肉体を持ったやつが来るのは、ちょっと距離感的には合わせるの難しいんじゃないかな。一方、ポイエはね、前戦サンデニとやってるじゃないですか。あいつでけえしね、上手いっていうよりは強いってタイプで、あれ KO できたのは結構でかいんじゃないかな。 まあ全部混ぜたらそらマカシェフが上なのは当たり前なんですけど、まあ時に MMA ではね、1点突破で勝つ可能性もあるからこそおもろいわけで。てか、ポイエもね、もうこのレベルなんでね、1点突破っつっても全部のレベルがめっちゃ高いんでね、そんなかねね、やっぱ、僕的では絶対勝ってるんで、ポイエが。そこのだからね、自分の最大の強みで勝ち切れるのか否かみたいな。なんか怒る気がするけどな、なんか怒る気がする、今回は。 もうね勘でしかないけど、ポイエならいける気もするけどな、そんなことない、うん、なんか行けそうな予感がするんですけどね、私は。打撃戦でね、まあ、ハイキックぶち当てられたりとかする可能性も全然ありそうだけど、うん、ポイエがね、左のパンチ当てるんじゃないかな。いや、右フックかな。うん、右フックだな。ポイエの右フックでの2ラウンドでの KO 勝ち予想、これでいきます。 さすがにね、ポイエも5ラウンドでやったらきついなって思ってるんじゃないかな。だから序盤に決めに行くんじゃないかな。で案外決めれたりせんかな。どうなんだろうな。でも組まれちゃうもんな。マカジュウだったら。ん、えー、でもここはね、大穴狙いのポイエ2ラウンド KO 勝ち予想で言っときます。まあ、今回ね、やっぱ、ここでタイトル戦の、ね、チャンスゲットしたってこと含めて、流れ来てるように思うんだよな。 だから三度目の正直でポイエが取るんじゃないかなってことで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。